国道29号起点兵庫県姫路市場、大田ランプ付近国道29号終点鳥取県、鳥取市、秋里交差点国道29号は、兵庫県姫路市から、鳥取県鳥取市に至る一般国道である。山陽地方と山陰地方を連絡する路線で、古くから張馬から稲葉への交通の主要になってきた。兵庫県側では、稲葉街道、鳥取県側では、 若狭街道、または、晩秋街道と呼ばれている。また、起点で、国道2号、終点で、国道9号にそれぞれ接続しており、引用連絡路線のうちの一つである。一般国道の路線を指定する政令に基づく、起終点及び、経過値は次の通り。姫路と鳥取とを結ぶ国道の起源は、1885年の内務省国時代6号。 国道標の国道22号、東京より鳥取県に達する路線である。ただしこの路線は、姫路で原2号と分岐した後、辰野島では二29号のルートを通るが、その先は百179号、373号、53号のルートで鳥取に至っていた。明治19年11月9日に、 徳良峠を経由する現在のルートに変更された。国道482号との重複鳥取県、八ズ郡八ズ町道の駅国道53号との分岐、鳥取県鳥取市具町。ありがとうございます。